うむ、本営を守らずしていかなる戦いもない。ここはまず守りに徹するぞ。避難民たちのデータを収容するにせよ、ローマを確保するのは必須だ。そうだな、大抵の兵は偉い数だ。ここは迎撃に徹した方がいいか。相手のエネルギーは無尽蔵じゃねえからな。補給が切れれば撤退せざるを得なくなる。それは地上の戦と同じだ。外周区画の市民はバッチリ避難させました。これで迎え撃てます。よし、あとは俺の空中要塞を上空に固定、そのまま突撃するって寸法だな。例によって指揮はマスターに一任する。長期戦になるぞ。腹をくくってくれ。俺の美意識があるのさ。そこだけは譲れねえ。たとえマスターでもな。まあかっこいいかどうかってだけだが。そう焦るなって。そなたの期待に応えよう。奏者よ。
どうぞお受け取りください。ご主人様、私からの日頃の感謝の気持ちでございます。こりゃとんでもない数だな。いや、まったく。これで完全勝利してしまえば、俺のかっこよさもレベルアップするってもんだ。セイバー、もう少しだけ状況を理解してもらえないかね。理解してるさ。後方には無垢の市民、逃げ場のない黄金の都ローマ、こちらはそれを守る騎士団だ。戦争に大義名分なんてまずないけどな、非武装の市民を守るってのはそのごくわずかな例外だ。俺たちは勝たなくちゃならない。これほどかっこいい騎士の戦場があるかい？分かっていればいい。なるほどなるほど。おー、ジャンヌよ、ご覧あれ。キャスト、ギルドレイカ。あれが、あれこそがあなたの求めた信仰の姿、守るに足る祖国の象徴。しかし、象徴は所詮象徴、理想は所詮言葉の上の虚構。この私がそれを暴き、凌辱し、ただ唯一あなたのみが、あなたのみが聖女であったことを証明いたしましょう。青髭男爵、いや、フランス元帥、そのよく動く舌を叩き切ってやるぜ。お待ちなさい。お、あんたは。試算いたしました、マスター。太陽の騎士ガウェイ、敵別動隊を撃破し、ただいまローマに帰還。若き騎士よ、あのキャスターの言葉に耳を傾けてはなりません。あれは狂気の毒、それゆえに現実にあまりに近い。あれに耳を傾ければ、あなたの心には錆が生じます。理想を蝕む現実という錆が心を落ち着かせ、足を踏みしめるのです。あなたの怒りを正しい形で。すまねえな、太陽の騎士。そうだな、今の俺はサーヴァントだ。マスター、指示をくれ。奴の印をあげ、このローマを守れとな。注意を引きつけて足止めするぞ。正念場だな。マスターを守りつつ派手に暴れ回るぞ、ビストな。守られやから、よろしくお願いします。あと一歩で防衛線を破れそうじゃないか。野郎ども、このまま押し切るんだよ。切り捨てる。このまま一気に突っ込む。やっはっは、あとは叩き。早速戦果を上げたな。その調子で次々と倒してくれ。防衛に成功した。こちらはもう大丈夫だ。いい
成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。気持ちいいな。制圧しました。これが我が聖剣の力です。こっちに敵襲。俺の相手はお前か。こっちに敵襲発生だ。いざとなったら援護を頼む。これでよくも相手に。いい戦いになれ。いい攻撃だ。炎のバラよ。どう切り返す。追い詰められた。お前の強さは本物。一旦引かせてもらう。再戦は約束する。お見事。私も負けていられませんね。ありがとう。助かったよ。敵兵第一陣撃破完了。さすがだな、勇士。弱点をつくのは兵法の基本。私の力をお見せしましょう。神の見物と洒落込みますか。便利なものよな。ふっやっもう一回防衛に成功した。こちらも大事だ。炎のバラよ。状況を始めよう。まずはセクターの制圧だ。
身の宴。ようこそ我が特進の宴へ。お楽しみください。どうです？この私に傷を。シンクに止めよう。この程度の攻撃など、まあその努力は認めましょう。どうです？思い上がるのも大概にしろ。シンクめ、見惚れよ。ロサイカーで決めるぞ。メイドがあろう。痛いではないか。ほーら、行くぞ。奏者よ、転落の課題となれ。クボツの一つ。ひとまずマスターへの脅威は去ったな。しかしあの開幕攻撃は最悪だったぜ。助かった、ありがとう。思ったより抵抗が激しいね。第二突撃部隊、前へ突破するよ。こっちの作戦に敵が食いついてきたな。よし、今度もよろしく頼むぜ。我が左右を見よ。万雷の喝采を聞け。インペリウムの誉れをここに。咲き誇る花のごとく開け、黄金の劇場よ。受け取るがよい、ダウンセントクラウディウス。手際がいいですね。その調子です。はい、思ったより手強いじゃないか。戦力を出し惜しみしてる場合じゃないね。ああ、今度こそ敵陣を抜けるとしよう。便利なものよな。領土を守り抜きました。見よマスター、すべて我らの領土となったぞ。この剣は星のごとく。目覚ましいご活躍です。私も続くとしましょう。敵の殲滅を完了、防衛に成功しました。おお、戦上手だね、あんた。俺は畳の見物と洒落込みますか。進軍開始します。お任せください。気持ちいいな。やるな、いい攻撃だ。シンクに止めよう。さて、どう切り返すか。痛いではないか。何の
お前の強さは本物だ。この限りは星のごとく。受けてみろ。何の炎のバラよ。ここは俺の負けだし。見事だ。複製とはいえ施しの英雄を二度も撃退するとはな。ありがとう、助かったよ。ロスターいくつ華麗に決めるぞ。炎のバラよ。陽動作戦は成功だね。みんなお疲れ様。もう手持ちの駒がないぞ。なんか仕方ない。助けてるよ。なんと奏者が。待たせたね。真打ち登場ってやつさ。悪いね皇帝陛下、大帝様からそこそこいい金もらってさ。悪いが金額分は暴れさせてもらうよ。敵に回った。いや、オラクルか。海賊女王が一周回って本来の役回りに元通りってことか。当たり前だろ坊や。海賊ってのは裏切るもんさ。騎士様が馬に乗るくらい日常的にね。ならば再び世に着くがよい。教習の件はひとまず不問に付す。ははそういうの好きだよ皇帝陛下。だが私は商人だ。一度受けた仕事はきっちりこなさないと鞍替えはできないのさ。それにローマを略奪できる機会なんざ英霊やってたってまずはないからね。そうか、契約済みであるというなら致し方ない。だが尋ねるぞ海賊、貴様はカルノのようにオラクル云々とは言わぬのだな。ああ言わないとも。人のものを自分のものにする、それが略奪ってもんだろ。私は私、あんたはあんた。そこを人任せにしちゃ人生はとことんつまらなくなるよ。なるほど、いいでしょう。一度あなたとは戦っておきたかった。何しろ太陽を落としたと言われては。太陽の騎士さんかい。いいね、月の上ならおあつらい向きだ。セラフの海に沈めてやるよ。残念だったな海賊女王。我がローマこそは太陽をも虜にする国。ええ、その通り。私はマスターのサーバントの一人として沈まぬ太陽になりましょう。一騎打ちだ。サーバントってのは楽しいもんだな。現れましたね、太陽を落とした女。ここで負けるわけにはいきません。間に合いましたね、領土を守り抜きました。覚悟はいいかい。ここからは略奪の時間だよ。君の生き方を表すような華々しい戦い方だな。いや、これもするよ。まだまだ。バイク何だ、意識がつらして。ここは戦場だ。ドカンと華々しく散ろうじゃねえか。天幕よ、落ちよ。見よマスター、すべて我らの領土となったぞ。うん、なんの切りつける。ここで切りつける。なさい、切りつける。楽しい。花は散り際が美しいって知ってるかい。誰に散るがいいさ、バラの皇帝。地上の美しさは永遠。まだ散るわけにはいかんな。汚れよ、ロサイクズ。絶対ではない。華麗に決めるぞ。さあ、ここまで追い詰めるとはね。
報酬に特大の花火を見せてあげるよ。容赦しない。午前の光よ。こいつはやばいね。まだまだ。ニコレイ返し許してやるよ。行くぞ。カレーに触れるぞ。負けちまったかね。ああ、みっともない様見せちまったね。さすがの活躍だった。私改めてあなたのもとに剣を置きましょう。マスター、我が名はガウェイ。今は主を待つ身ですが、このひととき、あなたの進む道を照らしましょう。いやー、頼もしいのがオラクルしてなくて本当によかったぜ。私もです、偉大なるシャルルマーニュ、高貴なるフランクの王にして。あー、待った、その話はなしにしてくれ。ガウェイン卿、今の俺はただのサーヴァント、ただの小僧だ。むしろ俺の方があんたを先輩って呼ばなきゃいけない立場でね。はあ、わかりました。御身がそれをお望みなら、では改めてよろしくお願いいたします。同じマスターの騎士として。騎士道か。さて、そんなものと無縁の旧兵としては、次なる提言がある。敵軍は撤退している。我々に選べる手は2つだ。ふむふむ、本部、こちらの拠点に残る残兵を相当し、私たちの安全を確保するか。さもなければ千年鏡が。どちらも言う。よし、決まりだ。残り。いやー、負けた負けた。大負けもいいとこだよ、大帝様。敗戦の将とは思えぬ笑顔だ、ドレイク卿。貴様の中では負けではないのだな。ならばよい。威力偵察としては十分すぎる働きであった。そう言ってもらえるとありがたいね。派手に暴れてあちらさんの戦力を測る。ちょいと小ずるいが、ま、楽しい略奪タイムには必要な仕掛けさ。しかし、なるほど。最後のマスターというのは偉大な男だな。そりゃね、何しろあの月の聖杯戦争を勝ち残ったマスターだ。こと劣勢の戦いにおいちゃ負け知らず、何しろ自分のより強い敵としか戦ってこなかったからね。なるほど、そうでなくては我が敵主足りえぬ。我が天命を阻む最後の試練足りえぬ。ジルドレよ、同化を急げ。さらなるエネルギーを集めよ。あらゆるサーヴァント、月に承知にご。